あ、フーコ様、あなたの石島土門ちゃんでございます。そっちはどう？え、まだ5人一緒だよ。あ、相変わらず5人なんだ。いいね、俺なんか寂しくなってさ。え、もう中に入ったの？え、いや、まだ入ってない。なんか用？いや、用ってほどのことはないんだけど。はよ入れ、フランスモアイ。フランスモアイだってよ。一人一人別れるってのがつれえよな。うん、負けるな、ドモン。ディスク所得1号になるのだ。頼もう。驚いた、石島ドモンじゃん。おかげもここに乗り込んでたのね。しょうがない、ミキちゃん、やる？うん、アキ、行くよ。キト、ミキじゃねえか。おめえらがここにいるってことはネオンも来てるのか？来てるけど。この施設は大きく分けて2つある。一つは私たちのいるここ、もう一つにお姉様は向かった。クレイ様の憎むべき敵、モリコーランを撃つ手がかりを探すためにね。今私たちが敵としているのは森、そこに関しては目的が同じということになる。一時休戦しないか？ OK、 共闘だ。一人は寂しいしな。よく見りゃ二人とも面濃いし。あれ、来た来た、敵よ、くるみ。そうね、ミルくん、お掃除しててよかったね。ようこそおいでくださいました。自己紹介、ミルクちゃんでーす。くるみと申します。おいおい、なんだありゃ、本当に敵か？知るか。ここにいる以上はただものじゃないでしょ。君たちは
俺たちと戦うつもりでちゅか？はい、そうだと思います。おいでミクルちゃん。とも、どうやらあいつらが操っているみたいだ。逃げろ。追うよ、アキ。どうも、あの二人は私たちに任せな。そいつは頼んだぞ。了解。さーて、ちょうどいい慣らし運転にはなったぜ。以前戦った時と全然違う。今は停戦が得策ね。おかげは怒らせると怖いから。何やってんだ、行くぞ。おや、これは意外な人間が来た。やっぱり生きていたんだね、幻獣郎。ほほう、お前でも気づいていたか。褒めてやるわ、ネオン。裏舞踏殺人の時、私はお前を殺した、そう思っていた。考えれば迂闊だったよ。お前の力を忘れていたのさ。分け身のことをね。その通り、わしは分け身とすり替わり逃げた。その後、森コーランより新たな力を与えられた。貴様はまだクレイの犬になっているのか。なんだと、もう一度殺されたいのか。まあ待て、元は仲間じゃったろうが。おい、懐かしい奴が揃ってんな。石島ドン。お姉様、今この怪力野郎は味方です。ご安心ください。バカな、なぜホカゲがウルハと共闘を。しかもミクルを倒してきたというのか。冗談ではない、こんなところで死ぬわけにはいかん。さらばじゃ。これは結界。お前も迂闊だった。私の能力を忘れていたようだ。私はクレイ様を愛するがゆえに戦う。決してこの気持ちが変わることはない。
今度こそトアにさまよえ。ガアオイ、いよいよ準備の時らしい。始めてくれ。ついにやるんだね。じゃあ行ってくるよ。ごめんよ柳ちゃん。どうしたんだろう。消える、消えてく。レカ君、この悲しさ、何か大切なものをなくしちゃったみたいな、何か、何、もう思い出せない。